うしたの今日の登場。はい、今日はちょっとみんな元気なので私も元気に登場してみました。聞こえました？もう聞こえないもん。最初の方ね、すごい大きな声が聞こえたと思うんです、うん、実はここにあるものがありまして、うん、それを今回検証したいと思ってるからなんですよ。さあ、今回検証したい動物は百獣の王ライオン。でもメスライオンなんですけれどもね、なんでメスライオンにしたかというと、やっぱり群れの持っているプライドっていうね、群れを持っているリーダーではあるんですけれども、うん、メスの方が戦闘意識が高い。最近やっぱり仕掛けるのはメスなんですね、うん、ということでメス、いい絵が撮れるんじゃないかと思いまして、うん、検証したいと思います。実はこちらにございますのが、じゃん、こちらを検証に使います。実はこのお肉9キロございます。もらってお肉もね、これをですね、うん、ライオンさんにあげてみて、うんうん、この塊肉食べることあんまりないんですよ。いつもはそうですね、だいたい 3,4 キロのお肉を食べることが多いんですけど、1週間7日間ありますよね。毎日毎日 3,4 キロ食べてるわけではございません。5キロある日も6キロある日もあれば、本当に1キロ未満の日もあったり、毎日狩りをする動物ではないので、このお肉を、うん、牛肉なんですけどね、うん、はい、この檻の中に早速入れてみましょう。はい、それではですね、やってきました。ここはライオンエリアのど真ん中でございます。9キロございます、うん、こちらのお肉を真ん中に置きまして、ライオンさんどのように食べてくれると思いますか？めちゃくちゃ喜んで食べてくれると思うんですけれども、どんな反応すると思いますか？二度見します。こんなでっかい塊であげることないですから、びっくりするんじゃないですかね、うん、嬉しくて嬉しくて、よだれすごいとか、そういう嬉しい反応もしてほしいですね。いや、すごいね。すごいですよ、これ。厚みもね、改めて見たら、こう、厚みもすごいですよね。そうですよ、これ。さあ、それでは、このお肉で、レッツ、検証。それでは、呼びまーす。アーチー。さあ、来ましたよ。食べ終わったんじゃないですか？食べましたね、床まで食べてる。食べ終わったんですか、アンジー？美味しくてね、アンジー。さあ、皆さん、検証結果が出ました。まだね、ちょっと興奮してるんだよね。大きいの、大きなお肉あげてどんな風に食べるか。結果、めちゃくちゃ興奮で食べまして、さらに興奮がいつまでも収まらない。すごかったですね、はい、ということで、今回、すごい大迫力の映像が撮れたと思います。ぜひこちらのチャンネル面白かったなって方、グッドボタンを、そしてコメントをお待ちしております。チャンネル登録まだされてない方、ぜひお願いしますね。じゃあ、今回登場してくれたのはアフリカライオンのアンジーちゃんでした。皆さん、最後までご視聴ありがとうございます。ノンサファリ札幌、森ちゃんでした。